いやマジでさ、俺がブロスタの治安守るからさ、公認クリエイター赤番の権利くれねえガチで。久しぶりにバトルやったけど、よくやってんなみんな。みんなよくやってんなこのモード。いやこのモードやっていいやつさ、マジ絶対脱毛していいやつだけあって、全身脱毛やろこれストレスで。全身円形脱毛症になって、まあ、痛みもなしに金もかからず脱毛できるわこれマジで。来た。あやんのがま、青くすぎ。え、これもしかしてあれか、ストレスって溜まりすぎたらハゲるけど、解放しすぎたらもじゃもじゃなっちゃう、毛むくじゃなっちゃう。きったコーデレアスきった、あやばい、ちょっと下がっちゃったけど、待ってやめて、おいマジでもう何このモード。おいコーデレアス1匹かよ、ちょっと借りたんねえよ。でシェリーが4匹か、ちょっと多いな。まあ、でもシェリーはなんとかなるとして、さあコーディラスは、まあ、でもガジェット当てんのめちゃくちゃしんどいんやなこいつ。足速いしウルト使ったら関係ないからな。なんですけど、まあ、ちょっとやるか。え、なんかめっちゃボコられてないつ、ちょっと助けてやるか。まあ、ちょチーミングワンチワンチあるか。あ、分かってんなお前、俺の傘下に入るとはなかなかいい目してんじゃねえか。ちゃんと働けよお前。おい俺の傘下クソ雑魚やんけおいマジで。おい俺の傘下そんなすぐやられたら隊長の俺がクソ雑魚みたいになっちゃうやん、やめろよマジで。そんなすぐ死ぬなよ、一緒に倒そうぜ、お前の地雷が必要やって。奪って、お前思ったより近い、思ったより近かったマジで、焦ったマジで。お前コロナ全盛期の小池百合子やったらお前ブチ切れてるぞ今の距離は。近い、近すぎる、さすがに近いって。さてちょっとプリモは後でいいや。コーディアス絶対、あいつ絶対に仕留める。でウルトを貯めたいんやけど、さこれウルト疲れたら終わるか。おっと甘えすぎちゃうかちょっと。さウルト絶対1位だろう。チラッとピンズ。よしさあちょっとマジ勝とうぜ、どうせなら1位取ろうぜそろそろ。でガジェット残り一発で、ガジェット絶対シェリーに打ちましょう。まあプリもどうせ、あ、なんか当たりやすいよなあいつ、足遅いし。さあウルト、じゃガジェットぶつけてからのリロードが足らない、はい計算外、やっちゃってんなこれ、これちょっとやっちゃってるよ。やっぱウルト必要やったなマジで。うわマジか、もう最初のチャンス逃した。最初ってないねそれ。あ待って、ちょ近づくなガチ でこれ絶対近い。よしあいけよ。さあウルト、おどこに打ってんだよ。いやでもある。あらあら。待って、やばい。ハップね。きつ。あ、完璧。いやもう来たマジで。大発見しました。何でコーデリアス倒せますこれ。はい。まあこのマップだけかわかんないですけど、まあ、うまくいくかもわかんないですけど。まずコーデリアスの強みって、まあ、草むらの中でガジェットずっと持ったまま、通常攻撃3発打ったらもう勝ちなんですよね。そこをあえて、ナーニでもう、コーディアス全く別の方向にウルト打ってシールド使いますと。そうすると相手リロード3つ使ってますと。はい。で、そうすると俺はダメージ 80% カット。で、リロードできない勝ち。はい、来ました。こんな感じです。来ました。います。じゃあ、はい。リロード3つ使ってんだよ、おい。使いすぎちゃうか、おい。待って、待って。おい声おかしなってんけ。いやこおい、いや友達も見てんのよこれ。いややめろよマジで、普通にやめろよ。高校の先生も一時期見てたんやって。おい誰が好き好んであんな声聞かれなきゃいけねえんだよ。はい
はいはいはい、おいマジで、お前に全怒り、全怒りぶつけてやるよマジで。はい、ビジョンで見えてますと、はいはい、見えてる時はさすがに勝ちますと。で、お前拾ってんちゃうぞお前、お前絶対狙いに行くけど、まあ先にコーデリアス。もう一切何も思わない、来いよコーデリアス来いよ。来た、あ、当たっちゃったらダメ、当たっちゃったら関係ない。マドモネを倒してる、嬉しい、あたい嬉しい。素晴らしいね、やはり何か時代何来たか、とうとう。あ、さっきの、おい、さっきのモーティス、待ってよ、お前そのキューブ数はやばい、おい、そのキューブ数はやばいぞ。いや、マジマジマジ、いや、一ユキチ出すからやめて、おい、影武者、お前その一割は終わって、おい、お前そのタイミングのバットピンズは現行犯で赤番やろこれ。やっぱタラが強いか。あー、まあ、アレスナーにせっかく課金した、いや、もうコーデリアスいねえじゃん。え、じゃちょっと1位取るか、そろそろ。え、マジ全然勝ててないからな、さっきから。ちょ、1位取ろうぜそろそろね。なんか最近さ、名前にレイドがなくなってさ、俺クビなったみたいになってるけどさ、違うんよな、クビじゃない、正式にはクビじゃないんよ。なんかだからちょっと俺下手くそみたいな、なってるけどそれちょっと許せないっすね。じゃこれ倒すか、はい、さよなら。倒せないんかい。でも、もうブロックの弾は、あー、もう俺怒りで全部スローに見えてる今。来いよ、おい来いよ、おい来いよマジで。2匹かブロックの弾関係ねえか、行ってよお前、いいとこ狙って。待って、もう声が急に玉手箱開けたおじいちゃんみたいになってる。来いよ、おい避けてやるよ、おい来いよ、当たんねえよ、待て、あ、うそ、あ、うそ、おい当たんねえよマジで、かかってこいよ、あ、ちょ、あい、ちょっと待ってね、お前それは話聞いてないって、おい、それは、うん、やってらんねえよマジで。いや、これ倒して気持ちよく寝るか。あ、なんかもうコーデリアス倒したらエイミンできそう、うん、このままエイミンしちゃいそう。アンチが黙ってないな、そんなこと言ったら。アンチがそんなこと言ったら黙ってねえな、その一言しとけとか言うやろどうせ。なんでもいいけど別に。さ、下のシェリちょっと警戒しながらで、これ一発殴っといて、これは3発圏内で、これちょっとウルト試させてもらって、でビジョンで見えてるんで、あ、絶対来ます、あ、絶対来ますこいつ、あ、もう性格悪いやつ絶対来ます、はいはい、ごちそうさまです、あ、ウルトアザーさん、あ、で、こっから、コーデリアス探ししたいなと。お、来た、ガジェット使ったら勝ち、はいはい、あ、はい、たきました、あちら、あちらちらちら、え、またやってて、もうお前の弾も、もう、ま、さっきのでだいぶ弾よけれるようになってからね。見えてる、一歩遅いよ、もうちょっと弾速くないとね、当たんないよこっちは、もう命かけてやってんだから。正直ね、今までこんなにボロさ集中したことないから、33とか、うん、正直まあ、下手って言われてもいいから、まあ、ちょっと適当にやってた部分があるんですけども、今回はもう違うよ、命かかってる、勝利に対して命をかけて、さあ影武者が索敵してくれてる。あ、コーデリアスいたか、見えちゃったか、あ、エビでタイを釣っちゃったか、ちゃうわ、あ、タイでエビ釣っちゃったか、あ、じゃあタイで小エビ釣っちゃったわ、ごめんな、うん、影武者っていうタイでコーデリアスっていう小エビ釣っちゃったか。いや、これどうやって勝とう、ふざけてるけどこれどうやって勝とう、割とちょっとピンチやね、あ、緊張すんな、ちょっと、これ負けたらさすがに寝れんぞ俺、さすがに寝れません、エイミンできないです。で、これウルト疲れた瞬間、こうどうなんやろ、ウルト疲れたら俺負けるんかなこれ。でもウルト貯めておきたい、マジで貯めさせてくれ、来いよウルトって行こう、あ、待って、やばい、いや意外と、あ、ガジェット使ってんのお前、あっぺ、意外と耐えた、え、ウルトあるよ、ウルトあるよ、ガジェットもあるよ、待って、お前俺のウルト、やばいやばい、え、待って、そんな焦っちゃったか、リロード先すぎちゃったか、あ最高、いやマジであの影武者優秀すぎる、え、エビで
で鯛を釣る、いやいや小エビで鯛を釣る、やめられない止まらないカッパ小エビ戦や、やめられねえこのゲーム。